そうです、7、9時前に。ちょっとね、今そこの辺が2つぐらい。どんな思いで、なんかいろいろとね、なんか日休み自分のあれになるんかね。お魚も美味しいし、散歩毎日してるんですけど、海で癒されてますね。和倉の方たち、これからも頑張ってください。岐阜から応援しますね。ここでお参りした後はどうされるんですか？あ、これからは温泉に入って家に帰る。天気良くて時間があったらブラーっとドライブが。そうやね、ドライブやね。食べたくて美味しいところがあるのでそこをやってるかなっていう感じで、はい、和倉っていうかちょっと七尾の方、もうちょっと向こう側なんですけど、おまかせ定食です。焼き魚がぶりかまで、でとんかつとでお刺身ですね。安定の美味しさ。和倉頑張れ、応援してます。そんな大それたことはできんけどね。消費とかでするぐらいかね。これからはどうされるご予定なんですか？ちょっとどんな感じかなーって、一回りしてブラッと見てから帰る感じ。チリハマよって帰るかなって感じ。